はい、こんにちはくんです。ということで、レッドクラフトなんですが、最近ですね、実はあんまり進捗がなくて、なくてというかあるんですけど、なんか建築できる人が細々とやってるというですね、末期建国クラフト現象が、起こっております。末期建国クラフト現象ですね、くんさんの企画にはよく現れる現象でして、全体的なモチベーションが下がるとともに、くんさんの集中力も削われ、だんだんその企画に注力されなくなっていき、やがて忘れ去られていき、リスナーからせっつかれて、ようやく動き始めるといったね、建国クラフト現象というのがあります。はい。みんな飽きるし忘れてる。参加者も基本的にみんな同じぐらいに飽きて忘れ始めます。あの時の建築勢の怒りはやばかった。まあ、特に反省はしてない。くん、眠い。あ、マジで建国クラフトやってた時、マジで眠かったから、眠すぎた。5分で眠いって言ってた。いや、建国開くと秒で眠くなるんよ。マジで。東海大学湘南校舎公式野球場、は？何それ？東海大学？ここどこ？これ。小田原か。は、何これ？ここは学生が暮らす寮です。ほう。一体何だろう？大学生が暮らす寮か。野球部の？へぇー。まあ、ここは学び屋ってわけか。ん？なんだこれ？草？なんか青臭い匂いがするぞ。なんだこの匂い？なんか甘いなんか青臭い匂いがする。なんかさ、たまにニュースで見て面白いのがさ、近隣の住民から大麻の匂いがすると通報みたいなさ、そういう記事っていうかさ、ニュースとかあるとさ、なんで大麻の匂い知ってんのって感じだよね。近隣の住民から大麻の匂いがすると通報があり駆けつけた警察官が、大麻の栽培を発見みたいな書いてある記事とかあるけど、なんで知ってるのかおかしくねみたいな。で、ワイダッシュくんがね、ちょっといろいろ、建国クラフトの現状を書いてくれてですね、ワイダッシュくんちょっと待ってください。ワイダッシュくんが基本的に建国クラフトを、建国クラフトごめんなさい。レッドクラフトです。ごめんなさい。ちょっとボケてました。レッドクラフトだね。さっき建国クラフトって言ったんで、建国クラフトって言っちゃったの。レッドクラフト。30分昼寝した方がいいか、建国クラフトなら。レッドクラフトの現状を、書いてくれました。北海道主要都市以外が試されてる。これ何？これどこ？熊本だよな。確か熊本なんかめちゃくちゃ作ってたんだよな。えぐ。やばくない？これ。浮いてるぞ。なんで空中に作ってんだこれ。熊本城だけある。なんか空中に浮いてるんだよ。何？これわざと浮かしたの一回。熊本は熊本城しかないですね。改装中。あ、なるほど。熊本、マジで熊本城しかない。熊本城そのものが熊本って感じになってる、もう。すごいね。なんか中国の城塞都市みたいじゃない？日本の城ってさ、なんだろう、住民全員で立てこもるスタイルじゃなくてさ、まあ、石垣があって上に、なんか天守閣があるみたいな、こういうスタイルだけどさ、中国の城ってさ、まあ、キングダムとか見てたらわかるけどさ、街全体を囲う城塞都市スタイルなのね。日本には城塞都市スタイルのところないはずだから。いや、あったっけな。確か基本的にないはず。だけど、この熊本に関しては城塞都市だね、完全に。で、北海道が主要都市以外を試されてる。岩手、秋田、宮崎、宮城じゃなくて宮崎なの？岩手、秋田と並ばせて宮崎と書くの？だからちょ、本当にこれ宮崎なの？宮城じゃなくて。この並びであえて宮崎っていう、なんか、引っ掛け来る。岩手、秋田、宮崎。唐突になんか九州が出現するみたいな。これさ、これ宮崎でしょ？これ多分ここ。これ、なにこれ？なんで宮崎こんなんあんの？イースター島なの？え？なにこれ？ヤシの木生やしとけばいいかと思って。まあ、間違ってないかな。だいたい合ってる。日本って太平洋にも領土あったんだ。まあ、そういうことになるな。で、まあ、宮崎が、その三つが、列島新規が、メインになって、無理やりなんとかしようとしてる。広島は中寮が作った部分以外スカスカ。福岡、ナミドが進めたところ以外は空いてる。山口、茨城、スカスカ。あ、大丈夫です。茨城ないんで。茨城作ったよ。あ、マジ？茨城島の話してる？茨城島？これ。茨城といえばここ、ダチョウ王国。は？ちょ、ググるか。ダチョウ王国。ごめんなさい。ダチョウ王国って千葉にありますけど。ダチョウ王国、袖ヶ浦ファームっていうのがあるんですけど。千葉にもある。あ、すいません。ダチョウを見に行くの？茨城観光したらここしかなかった。あー。俺茨城県民だけどダチョウ国なんて存在知らなかった。知る人ぞ知るって感じだな。なるほど。で、
これ島？茨城島だよね、ここ多分。そうだね。で、あと山口県もスカスカ。で、佐賀、長崎、鹿児島は存在しません。でもこれはアフリカになる予定なので、問題ないはずなんですが、残念ながら、ちょっとこちらの動画をご覧ください。ね、なんか、くんさんから、なんか、九州を、なんかね、オーストラリアにしろってなんか命令が下されてるんで。オーストラリアの名所とか。そうそうそう、オーストラリアするんだよ、九州を。なんでだ、おしんぼ、なんでだ、おしんぼ、なんでだ、おしんぼ。はい、この参加勢の芋虫くんが伊能忠敬、無能忠敬藩の中心となってアフリカを作るっていう風に豪語してるんですけど、残念ながら、この集大を見せ、芋虫くんは、レッドクラフトへのモチベーションを失いました。現場監督が、やる気を失墜して、帰ってこれなくなってしまいました。この名配信の結果。芋虫は自分で忙しいと言ってるけど、明らかになんかちょっと怖くなって来なくなったんじゃないかなと、俺はなんか思ったりとかしてる。レポート中と言ってるが、今まで芋虫がレポートをするから、行きませんと言ったことはあったか？いや、ない。芋茶陰キャ転生が怖い。え？な、またいじめたのか。またか。またいじめたのか、陰キャ転生。怖いって配信で泣いてた。え、なになになに、どういうこと？え、それ、陰キャ転生が意地悪するから泣いたってこと？泣かせたの、芋茶のこと。陰キャ転生の存在が怖いって。いつものお涙ちょうだいでしょ。いつものって何？何？いつものって。まあ、変なこと言うのやめてもらっていいっすか？いつものって何？かわいそうに。今日はイモチャの味方なんだな、ヨシコは。で、そうそうそう。まあまあ、イモチャのことはいいんだけども、存在しません。アフリカになる予定です。で、まあ、一応アフリカを作ってくれるという想定のもと動きます。で、あと沖縄も存在しません。まだ返還されてないのかな？戻ってきてない？代わりに沖縄やろか？ナツさんは一番やっちゃダメでは、その格好で。それは沖縄を作っていい感じではないかも。沖縄を取り返す。なるほどね。で、千葉は千葉と。まあ、だから参加勢が、広島とかかな？誰か広島にいる人、ちょっと広島 TP したいな。なので、広島どこだ？ここです。お。でもなんか少しずつなんか、広島っぽいものなんか作ってるのかね、これは。なんかちょこちょこと広島できてない。これ原爆ドームじゃん。そこまで再現したのか。すごいな。これあれじゃん。なんか、火灯すところじゃん。誰がやってるかも、ちょっと待って。これ COI って、いつやったか調べる。2137時間前が中寮の最後の痕跡だね、これ。2137時間前って何？2000時間前って結構前じゃない？ 3 ヶ月ぐらい前。100日近いよね。3ヶ月、2、3ヶ月前ぐらいにやってたってことか。中寮、気持ちよく、広島カープの一番作りたいところだけ作って、去っていったな。まあじゃあ、俺たち引き継ぐしかないってことか。この辺の村とか埋めるか。まずは。はい、全員 TP しまーす。空いてるところ埋めてください。この辺村です。あと、近隣から、コピペ持ってきる人、家持ってきてくんね。広島、これコピペでなんとかしようぜ。この辺の余ってるところ。あ、長月は不謹慎なこと言ってる。さすがにないわ。人として終わってる。良くない。どういう意図？長月レッド酒。え、ちょ、おかしくない、おかしくない、おかしくない？なんで海遊館あんの？え、なんでポテチ海遊館作ってんの？病気か、お前。おかしいだろ。え、チェーン展開されてんの？海遊館って。宮島に海遊館あんの？広島支店。え、宮島の支部とかあんの？海遊館の。嘘だ！ないよ！ポテチ海遊館超詳しい。ポテチ海遊館行きたかったけど、行けなかったやつでしょ？修学旅行で。どうしても海遊館に行きたかったのに行けなかったポテチ。宮島にも水族館あるんですよ。え、これ水族館の話と海遊館の話ってちょっと微妙にリンクしてなくないですか？海遊館って水族館だし。宮崎2カ所なら紹介できます。はい。何これ？シェラトングランデオーシャンリゾート。地上154メートル、全客室東向きのオーシャンビュー。は。こんなんあんの？上から見ると面白い形をしてます。すごいね、これ。宮崎はウィキペディアの超高層ビルカテゴリー1箇所しかありませんでした。こんな形なんだ。はえー。東京拘置所みたいだね。宮古城市民会館。戦後日本建築を代表する建築家の一人、菊竹清則が設計。1966年完
完成のメタボリズム建築の代表作の一つとしてされ、老朽化2007年に閉館。日本建築学会が文化財として価値があるから保存して、ユネスコの関連組織20世紀遺産に関する解体中止を求める。解体して 85%。この変な建物を早急に解体お願いします。解体反対している人たちは自分たちでお金を出して場所移動して保存すればいい。長々揉めた後、解体工事が終了した。跡地は晒しとなっている。近代的な建物だったが今はない。代表建築なのに市民にとってはどうでもよかった。まあ、結局、まあ、明日のご飯に影響ないんだったらどうでもいいって感じなのでは。基本的には。よっぽど思い入れのあるもの以外は。まあ思い入れもなかったんでしょう、きっと。そういう意味では宮崎に作ったのは失敗だったのかもね。残念。何してるんですか、ナスさん。君はさっきから。こんなところで。核のない。